どうも皆さんこんにちは、金魚愛好家のマー君です。今日の動画なんですけども、少しですね気になる子がいまして、動画にしてみました。このブラックランチューのですね、いわゆる黒ランチューと呼ばれる子なんですけども、この子見てください。少し今から閲覧注意なのですが、冬の間ね、肉流が白くなってきて温度が上がってきたら白いとこ取れてくるよって言って、白いところは取れたんですけども、この子ね見てください、頭に腫瘍みたいなのができてるんですね。この子どうしたものかだけど、無理に触るとおそらくもっとひどくなってしまうと思うので、もう触らずにいてるんですが、さすがにちょっと金魚長いこと飼ってるんですけど、こんなにちょっと肉流が荒れてるというか、出来物ができてるのはちょっと初めてで、どうしたらいいのか悩んでいます。もしこの動画見てる方でこんな時どうしたらいいよって知ってる方いたら教えてもらえたら嬉しいです。ちょっとね見てて痛々しいんですよね。もうニキビというよりかはちょっともう腫瘍みたいになっちゃってるので、これを取った方がいいのか、それともこのまましといた方がいいのか、かなり悩んでおります。この本当頭以外はね何もない、特に病気とかしてないんですけども、とにかくちょっと頭がすごいことなっちゃってるので、もし詳しい方いたらコメント欄で教えていただけると助かります。ということで今回の動画はこのブラックランチューの今の状態の報告でした。この子だけなんですよね、こんなになってんの。肉流で。腫瘍かな。はい、ということで、もし、どうすればいいのか知ってる方いたらコメント欄で教えてください。お願いします。とにかく今はこの子、今水の状態、この60銭水槽の水の状態とってもいいので、この水の状態の中で飼い続けようかなと思っています。無理に遠慮とかせず。水の状態のいいところで餌もちゃんと食べているので、今はここで飼い続けようと 思ってるんですが、もし特別な対処法を知ってる方いたら教えてください。ということで最後まで動画ご視聴していただきありがとうございました。過去にも動画いろいろアップしてますので、もしよかったらそちらも見てみてください。ではバイバイ。